皆さんこんばんは、全力マンです。ということで、イタリア戦お疲れ様でした。お疲れです。おめでとうございます。おめでとうございます。えー、9対3、無事勝利というふうなことで、えー、早速、レビューしていきたいなというふうに思います。まあ、いい試合でしたね。そうそうというか、もう、さすが、侍ジャパン、やっぱり、強いなと。はい 今年の侍ジャパン強いぞと思わせてくれるようなところなんですけども、えー、今回の試合から、えー、負けたら終わりの決勝トーナメントというふうな、えー、感じで、準々決勝ですね。はい、先発、えー、大谷翔平ですとあの、チームとの契約で多分今、まあ、ピッチャーとしての出場はこの試合がラストになるのかなというふうに思います。で それ以外のメンバー変更で言うと、えー、村上様が4番から外れて5番になって、その分まあメジャーリーガー吉田が4番を務めると。 いうのと、小指骨折でちょっと大丈夫かとなっていた源田が指折れながらも出場するというふうなことで、はい、今日の侍ジャパンは指折れた人間がショート守ってましたと、はい、<laughs> いうふうなところです。で、ポイント3つですね、岡本5打点大爆発村上、村上念願のタイムリー,、えー、あと2勝で王座奪還ですよというふうなところなんですけど、まず1つ目、岡本5打点というふうなことで、えー、岡本和真、えー、今シーズン巨人のキャプテンですと。 ちょっとこう、ぼーっとしてるような、ゆるキャラ系の、天然系の、あの、そんな選手なんですけども、えっ、ー、と、3回裏ですね、はい。ま、あのとランナー1塁で、大谷が意表つくセーフティーバントをしまして、ちょっと大谷すごいぞ、というふうになってたところで、<laughs> えー、吉田内野ゴロで先制して、その後に、ランナー2人いる場面で、6番岡本がスリーラン。 はい、決めてくれて、まあ、ホーム東京ドームでしっかりとスタンドまで運んだという風なところでいや岡本も打つとなると本当に打線があの強力打線6番がスリーラン打てるような感じなんでもうちょっと怖いなともう誰敬遠しても次一発ある選手がもう残るっていう風な感じなんであので、はい、非常に5打点という,うなねあな素晴らしい成績残してくれました。 で2つ目が村上念願のタイムリーというふうなところで、まあ、村上がね、ちょっと心配だったというふうなところがあるんですけど、えー、5回裏、あのー、待望のタイムリーツーベース打ちまして、えー、はいあのー、ちょっとね、その前の打席からなんか見逃し三振みたいな感じで、まあ、もちろんジャッジどうこうとか、 いいろいろありつつ、ですね、またぶん調子悪いから、まあ、フォアボールで出塁したいとかまあいろんな思いあっての、あのー、選択だと思うんですけどまあ、ちょっとそれがね、なかなか積極性がね欠<う>けてたかなとっていう風な中であの外野の頭を越えるタイムリーツーベース打ちましてちょっとこれをきっかけにね村上様が戻ってきてほしいなと来るんじゃないかなという風に、えー、思っております。はい で、三つ目、えー、王、王者。もう優勝まで残り、え二、ー、勝となりました、ついに。なので、まあ、この素晴らしいメンバーの野球を見れるのも、あの泣いてもらっても残り2試合と、<laughs> はい。家族でやるのも残り3試合っていうふうに、<間>はい。ふ <laughs> う風になっておりましたけども、えっ、ー、と、こっから、えっ、ー、と、アメリカ行き、 ですね。アメリカに行くことになります。はい、えー、アメリカでの試合会場は、えー、マイアミ・マーリンズの本拠地、ローン・デポ・パークと、ね、マーリンズの、マイアミ・マーリンズのローン・デポ・パークだそうです。はい。あ、イチローもプレイしていた。かつて。かつて。はい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 。っていうふうな場所らしくて、で、気になるお相手、えー、と、メキシコとプエルトリコの勝者と準決勝でやるっていうふうになります。 で、両チームざっくり解説すると、メキシコはアメリカに勝っ、あのアメリカに勝ったグループ首位のチームで、ペルトリコは、えー、第3回、第4回と2年連続準優勝。日本は、あの、第3回、皆さん覚えてますかねあのー、内川が、あのー、ダブルスチール失敗して挟まれて悔しい思いをした、あのー、まあ、ミスターカカヘル。<laughs> 第3回、我々プエルトリコでなに泣かされてるんですよ。ので、まあ、プエルトリコは来ても、まあ、メキシコが来ても強敵なんですけども、えー、もしプエルトリコが来た場合は雪辱を晴らすというふうなところメキシコが来ても関係なく倒すというふうなところでいよいよ優勝まで、えー、残り2勝となりました。はい、あのこかかから、まあ、ピッチャー陣誰投げていくのかとか その辺りがちょっと気になるところかなと思うんですけども、引き続き、はい、あの、侍ジャパンを応援していければなというふうに思います。というふうなことで、今回こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。